東駅プラットフォームシェパーズ・ブッシュ駅は、ロンドンハマースミスフラムク・シェパーズ・ブッシュにある、ロンドン地下鉄セントラル線の鉄道駅である。ホワイトシティ駅とホランドパーク駅の間に位置し、トラベルカードゾーンに位置する。1900年7月30日に開業。2008年に8ヶ月間閉鎖し、地上駅舎や地下通路などを新築した。 かつてこのシェパーズブッシュ地区には複数のシェパーズブッシュ駅が存在したが2008年10月12日以降はロンドン地下鉄セントラル線と地下鉄駅から100メートル離れたところにあるロンドンオーバーグラウンドウエストロンドン線のシェパーズブッシュ駅があり現在は2路線にのみ存在する当駅から500メートル離れた位置にロンドン地下鉄サークル線 ハマースミスシティ線のシェパーズ・ブッシュマーケット駅が存在するが、同年10月11日まではこちらも、シェパーズ・ブッシュ駅を名乗っていた。ロンドンオーバーグラウンドのシェパーズ・ブッシュ駅が開業して2週間ほど経った10月12日に、シェパーズ・ブッシュマーケット駅と改称した。当駅は、東西方向に伸びる島式ホーム一面の南北側に2線を廃止。 西に向かう列車がイーリングブロードウェイ駅行き、東側に向かうのがオックスフォードサーカス駅方面である。東駅西側で東行きと西行きの線路が立体交差し、ホワイトシティ駅方面へは右側通行となっている。これは歴史的経緯によるもので歴史の項で詳述する。当駅は セントラルロンドン鉄道の路線生誕の駅として1900年7月30日に開業した。当初の地上駅舎はテラコッタに覆われた外観でアクスブリッジロードに面して設置されていた。CLR の駅舎はすべてハリーベルメジャーズの設計であった。1900年8月30日、東駅北西側に発電所とウッドレイン電車区を建設し、西駅ホームから単線のトンネルで駅と、 電車区を結んだ。その後、電車区へと向かう路線をループさせて、東行きホームに接続させたが、その際に電車区を回るループを半時計回りで建設したため、東駅西側で東行きと西行きの線路が立体交差することとなった。ループ線を建設した1908年5月14日、ループ線上にウッドレーン駅を設置した。 ウッドレーン駅トループ線は後に廃止され、電車区への線路も撤去された。1920年、CLR は当駅から西のリッチモンド方面へ延伸するウッドレーンへの路線とは別の路線を計画したが、結局着工されなかった。ロンドン旅客輸送委員会による1935から1940年新規事業計画により、当駅開業時から設けられていたエレベーターを 新しいエスカレーターに更新した。また1938年にはそれまで7両編成しか停車できなかったプラットフォームを8両編成が停車できるように延長した。これらの更新工事はセントラル線リバプールストリート駅、シェパーズ、ブッシュ駅間のすべての駅で実施された。2008年開業。こちらは一応地上駅であるが、周りの土地よりも低い位置にホームがある。 駅は、京城駅になっている。駅は、相対式ホームとなっている。2008年開業の欧州最大級のショッピングセンター。ウッドレーン電車区の上部に建設されている。当施設建設時にシェパーズ、ブッシュ駅、ホワイトシティ駅間のトンネルを更新し、シェパーズ、ブッシュ駅を一時閉鎖して改築した。ロンドン交通局ロンドン地下鉄セントラル線。 ホワイトシティ駅、シェパーズ、ブッシュ駅、ホランドパーク駅 ABC、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。AB セントラルライン、デイツクライブ、S アンダーグラウンドラインズガイド2013年1月23日、閲覧。 ザ・セントラルラインアットホワイトシティ・トゥーブプラン、ザ・チューブプロフェッショナルズ、ルーマーネットワーク2013年1月23日、閲覧。ありがとうございます。